右が杖原金沢、左がアウェーの白のセカンドユニフォーム、鹿児島ユナイテッド FC です。2019明治朝生命 J2 リーグ第30節です。杖原金沢対鹿児島ユナイテッド FC の一戦です。まあ、やはりね、あのプレイヤーとしては前半での交代というのは、非常にこう屈辱的だと、そうなんですよね。さあ杖原金沢先制ゴール、クルーニー素晴らしいクロスから合わせましたね。そうでしたね、前半14分杖原金沢が先制しました。この今年の金沢の素晴らしいところですね、今シーズン4点目、実に19試合ぶりです。まあ、いいクロスが、さあここ抜けていく、クロス上げる、グランダー逆サイド、まだある、一旦戻す、シュート決まった、同点ゴール、ルカオクロス上がって、ここでよく粘りましたね。そうですね、一旦下げて5秒、これかなりカーブかかったような状態になりましたかね。前節のシュートもそうでしたけど、非常にシュートの上手い選手ですよね。そうですよね、今もそうですけど、パスのような、非常にこうなんて力まないシュートですね。他大石が蹴り出します。さあ張ったんだから中、五稜から抜けてくる、枝元シュート、逆転のゴール、枝元のゴールが決まりました、鹿児島ユナイテッド FC。 枝元今シーズン2点目、リプレイです。今も細かいパスをつないで抜け出して、左足、そして真ん中大橋、左サイドに移った長谷川、カットイン狙ってきた、ゴールの右、ちょっと今見えなかったんですが、この角度から五稜と接触プレーがありましたかね。交錯したんですかね。そうですかね、蹴った後ですね、これはイエローカードが出るでしょう。範囲4点に対してイエローカード、ということは2枚目、今日レッドですね。そうですね、ちょっと精度かけました。そうですね、はい、ここで笛が鳴りました、試合終了、タイムアップ、ガッツポーズのキン・ジョンソン監督。